What's up YouTube トランペットのりょうです。今日は新シリーズマイルス・デイビスの自伝からジャズのスラングを学んでいこう、記念すべき第1回をやっていきたいと思います。でジャズミュージシャンね、スラング多いですね。それは日本のミュージシャンもそうなんですけど、アメリカでもジャズミュージシャン特有の話し方なんていうものがありますね。日本で言うと例えば女の子とナオなんて言ったりしますね。それから僕が好きなのはゲルニなんて言ったりすることもあります。逃げるですね。その先ほどのナオンと組み合わせるとナオンにゲルニされたなんていう風に使ったりします。では今日は1回目ということで序章プロローグからどんな言葉が出てくるか見ていきたいと思います。この序章ですね、マイルスがビーコとビリー・エクスタインのバンドで来ていたディディ・ガレスピー、それからバードことチャーリー・パーカーを聞いた時の衝撃を話したりしています。 Alright, let's get started. Oh, when I heard Diz and Bird in B's band, I said, what is this? この B のバンドでディディとバードを聞いた時にマイルスはなんだこれはと言っています。その時に出てきた言葉がこれですね。 Man, that shit was so terrible. 直訳しますと、まあ、Man っていうのはよく使う Hey yo, what's up man? とか Oh my man とかこう呼びかけの言葉ですね、いうような感じで使うんですが、 That shit was so terrible. 直訳しますとこのクソは最悪だったよってなるんですけど、こういうね悪いことを言ってわざと言って最高っていう言い方をするんですよね。例えばその So bad or he's so bad みたいな言い方をした時に、あ彼は最高だよみたいなね、言い方っていうのがかなり出てくると思います。そんな感じの言い方ですね。で意味としてはこのこれは彼らが演奏したことは最高だった、もうこれ比べることないようなもんだったよみたいな感じで So terrible, this shit, that shit is so terrible とか、この shit とかっていうのはね結構いろんなことに使えまして、まあ、 演奏でもいいし物でもいいですし、まあ、楽器でもいいですし、そんな感じでねいろいろ使い回しが出てくるのでぜひ覚えてみましょう。That shit was so terrible. こういうの、彼らの演奏は最高だったよということですね。その後、まあ、B ことビリー・エクスタインのことについて説明しています。ビリー・エクスタインの演奏についてマイルスはこういうふうに言っています。It was a motherfucker. Man, that shit was all up in my body. このまたシットが出てきましたね。このなんか物とか演奏とか、まあ、スタッフみたいな感じですね。物のスタッフとかスイングとか、そういった意味でのシートですね。 Man, that shit was all my, in my body. もうなんかこう体の中にビリビリっときたよっていうのが伝わってくるような言い方ですね。 And、it was a motherfucker. Oh man, shit. あ、motherfucker. この motherfucker ね、ものすごいマイルスの時点には出てくるんですけど、これ現実に使うとなると、まあ、ミュージシャンの間ではね Oh man, he's a bad motherfucker なんて言ったりしますけど、結構 あのかなり悪い言葉なのであんまり使わない方がいいかと僕は思います。まあ、ミュージシャン仲間でね、気の知れた仲間で使うといいんですけどね、家の中で使ったりするとね大変なことになりますので、学校でも使わないようにしてください。まあ、直訳しますと、まあ、もう日本でもあるお母さんネタですね。お母さんをやってしまうやつみたいな感じになって直訳しますとね、本当にひどい言葉なんで、ただもうそれが本当にひどい言葉が逆に最高の意味になるんで、あいつは最高だった、 It was a motherfucker なんていうふうにマイルスはB、ビリー・エクスタインのパフォーマンスについて言っています。当時、黒人差別がありまして、黒人のミュージシャンは違う入り口から入ったりしないといけないなんてことがあったそうなんですが、
ビリー・エクスタインはそんなの気にせずに堂々とね、正面入り口から入っていくなんていうことを語られてます。その時にマイルスがこう言ってます。 Anyway, B didn't take no shit off nobody ということですね。まあその直訳というか、意味としてはこの B、ビリー・エクスタインが全くそういうことを気にしなかったっていうことですね。気にしなかったというか関係ねえよぐらいのちょっと強い言い方だと思いますね。似たような言い方で結構みんなが使うのが I don't give a shit とか I don't give a fuck とか、そういう言い方なんかしますね。 I don't give a shit っていうのは、そんなの関係ねえよ気にしないよっていうような言い方で、言ったりします。それと似たような感じですね。 Didn't take no shit off nobody 誰からもそのシットを取らないよっていう I don't care っていう感じですね。これはねスラングじゃないんですけど結構実際の会話でみんな使おうと思うので覚えておいて損はないと思います。You know what I mean 他の言い方としては You know I'm saying 言ってることわかるだろ You know what I'm saying これは You know You know what I mean、You know what I mean これ続けると You know what I mean みたいな感じですね。 You know what I mean You know what I meanこう全部こうつなげて You know what I mean、You know what I'm saying だとこう続けて感じると You know what I'm saying You know what I'm saying みたいな感じで、あ、分かるだろう俺の言ってることみたいな言い方をしたりしますね。 You know what I mean、サラ・ボーンが出てきますね。サラ・ボーン BDX タイのバンドにいたサラ・ボーンを聞いた時に、マイルスこう言って Man, I wish everybody could have heard that shit、また同じシットですね。あれをみんなに聞かせたかったよっていうことですね。 Man, I wish everybody could have heard that shit That shit いう感じでそのやっぱりそのシットの使い方ですね。そのパフォーマンスだとか曲だとかものだとかそんな言い方で、このシットっていうのを使われています。同じようにバードことチャーリー・パーカーのことについて、こんな風にGod damn, Bart was playing some shit back then. 同じことですね、このシットの使い方。なんかものすごいことを吹いていたよと。ことみたいなことですね。っていう意味で使われています。もう本当にね、当時すごかったんでしょうね、あのチャーリー・パーカー。僕の友達のビル・クローさん、こう93歳なんですけど、93年の人生で何が一番印象に残ってるって聞いたことあるんですよ。まあ当然車もあるしインターネットも出てきたし、Man Landing on the Moon、 あの月面ね着陸なんかもありますしね。でもね考えずにもう本当にチャーリー・パーカーって言ってましたね。そんだけ93年の人生で一番衝撃だったのがチャーリー・パーカーなんてビル・クローさんも言ってるくらいすごかったんでしょうね。ディズィーについても言ってますね。ディズィー、he is the thing that stone, blah blah blah, and he said, God damn, that motherfucker was terrible. 同じですね。冒頭に出てきた terrible。もう彼らは最高だったよっていう意味での terrible ですね。で、その後に何て言ってますか。talk about cooking って言ってますね。talk about cooking。このね、cooking とかっていうのは、こう、演奏が良かったり乗ってる時とかっていうのは Oh man, that song is smoking とか Bandstand is smoking, they're smoking みたいな、そう、ホットっていうことですね。要は熱くてもう手がつけられない最高だよみたいなのをクッキンとかスモーキンとか、あとはまあ They're on fire みたいな言い方しますね。こう House on the fire like みたいな They put the fire on the house みたいな、こうもう要は熱いってことですね。そんなのをこう Talk about cooking なんていう言い方で、マリスは言っていたりします。 Cooking それから Smoking とかね、そんなの覚えておけばいいんではないでしょうか。まあ細かいところを見るとねまだまだたくさんあるんですが、まあこうパッと読んでね、目についたところをピックアップして、見てこんな感じでしょうか。
今日はマイルス・デイビスの自伝からスラングを学ぶ第1回目序章をやってみました。 Man, that Miles Davis autobiography is so terrible. You gotta check that shit out. Alright, see you soon. Thank you for watching. Hope you enjoy it. Bye!